皆さんこんにちは、大金モデルスでございます。女子のりです。今回はまたまたガンダムベース福岡さんと、はい、ラーポート福岡、はい、ガンダムサイドエフセンさん、はい、はい、エフさん、はい、行っちゃいました、はい、はい、買い物してきたのと、はい、発売前の最新キットをね、はい、展示ということで、今回買い物メインではなくてね、はい、展示のやつをちょっと、はい、まあ、撮っていいということだったので、うん、はい、まあ、撮って見てきました、はい、写真とかね、うん、ねすごいということで、はい、まずは買い物をちょっとね、買い物ね、このライジングフリーダムガンダム、はい、今映ってるやつね、うん、追加で欲しかったんですよ、はい、なぜかというとね、改造ベースにむっちゃ使ってますんで今で、ストックはちょっとね、あともうね予定してる数より使っちゃったのと嬉しいことにプレゼントいただいたキットも改造するのにこいつがいりますので、はい、追加で買いに行こうかと思いまして、行ったところ、はい、先にね発表しますと、はい、なんとライジングフリーダムガンダム、はい、ガンダムベース福岡さん、はい、サイド F さん、はい、両店とも売り切れ、はい、しかも今日ね、今日買いに行った日 の朝に売り切れ私たちは夕方前に着いたのね、はい、4時ぐらいでしたっけ、4時ぐらいですかね、はい、もう、ああ売り切れやん、すいませんみたいな感じでまだ補充されるかもしれないですけど ね、とりあえず本日2月5日、はい、言ってたんですよ、2月5日の夕方以降は、はい、売り切れということでなかったですね、大変悲しい思い出、悲しい、はい、ということで他買い物してきましたので、はいはい、まずは西洋さんの横のゲーセンで買ってきました、はい、買ってきましたというか500円、はい、入れて UFO キャッチャーに入れるのを店員さんに見てもらうと、はい、カードがもらえる引換券みたいなのをいただきます、はい、とりあえず1000円分そうですね、でいただいたところ、はい、なんとラックスクラインとアスランザラ、はい、主役級の2人 ね、 そうですね、主役じゃないですけど、ね、うん、いただきました。この前のディアッカとワルモンとは違いますねオルフェイとは違いますね、はい、いただきました、ありがとうございました、はい、そして、待機は1000円でアスランザラの人形をゲットしました、はい、ありがとうございます。今回アスランザラ尽くしでしたね、そうですね、はい、買ってきたものも結構アスランザラに関係ありそうなものを買ってきました、はい、はい、ちょっと焼けましょうか、はい、まずはこちらイモータルジャスティス追加、はい、追加ね、いっぱいこの前もイモータルの方を間違ってちょっと多めに買っちゃったんですけども、はい、往復してね、はい、ガンダムベースさんとサイドウェイさんを2日間にわたり、はい、そしてウリさんにも協力してもらい、はい、買ってきました、はい、けども今回も買ってきました。なぜかというとライジングフリーダムが売り切れだから、はい、シードアクションシステムをね、はい、旧キットというか前時代のキットと言っていいんですかね、に、導入するためにはライジングフリーダムもしくはこのイモータルジャスティスが今のところ言いますので、はい、買ってきました。そしてもう一つ、はい、ガンダムベースさんで1個、サイドエフさんで1個、はい、2個買ってきました。はい、ありがとうございます。はい、そしてね、アスランといえばこちら、はい、インフィニットジャスティス、これも追加で買ってきたんではございません、はい、これね、この前買ったんですけども、ウリさんがね、はい、車運転してくれたりいろいろしてくれてましたので、はい、今日は買ってあげるよと、はい、いうことで遠慮してたんでね、はい、ウリさんの目がそちらに釘付けではないか、もうジュランダルみたいなことを言いながら君たちの目をもうそちらに釘付けだと思うみたいなねレジェンドとディスに渡す時のね、はい、格の子での会話ですけどねこんな感じで、はい、ウリさんはそちら見てましたのでね、まあ HG ってやっぱり2500円もしますから ね、遠慮してたので、もう買いようって、はい、もうこれ絶対これも売り切れになるよと、うん、
インフィニットジャスティスなんかどこでも大余りしてたのに今どこも見ないでしょっていう話をしてね、はい、買ってまいりました。はい、ありがとうございます。はい、そしてこちらダーン、こちらもねウディさんこの前買ったんですけども、はい、この間あスペック2、はい、スペック2ディズニーガンダムスペック 2、はい、2をね、あの大ゲットしまして、はい、作りましたところ、ええ、お気に入りになりました。そう、あの派手好きでしょ。このハイネキもちょっと買ってまいりました。ただねこれ、白いところが白なので、はい、うん、大気得意のラジコン屋さんでございますので、はい、ラジコン用の、はい、ポリカボネート用タミヤさんのスモークグレーっていうね、ちょっと霧がかったグレーみたいな、はい、スケールグレーみたいなのんですよ、ええ、それ塗るの得意なんですけども、うん、それ塗ったろかやと、ね、はい、いう感じで買ってまいりました。だからねこれも作ってね、はい、全塗装、全塗装やりますよ。クリアカラーを全塗装する気ってありますよね。はい、はい、こう期待ということで、まあ、はい、ウディさんのやつをするわけいかないので、ね、買ってまいりました企画用にね、はい、そして、ウディさんが好きなハロー、はい、ハロー2種ザクレロハローがね、ガンダムベースさんのみでしたね。のみですね。サイドエフさんは売ってなかったですけどね、はい、ありましたので、これはね行く前から欲しいっつってね、はい、ちゃん言ってましたね。この2種買いました、はい、そして、こちらも新製品、はい、でーん、新製品まあクリアになっただけですね、はいはい、クリアになっただけのやつですけど、女もリミテッドアイテムということで最近出たやつ買ってまいりました。はい、そしてちょっとねこっからですよ皆さん、はい、皆さん待ってるのこっから、うん、はい、でまずマイティストライクフリーダム、はい、ガンダム、そして、インフィニットジャスティス錦、はい、見てまいりましたよ。もうね本当にね周りを気にしながら凝視してました、なんとガンダムベースさんそしてサイドエフさん両店ともね、はい、飾ってましたので両店ともで、動画写真、うん、撮影させてもらいまして、はい、そして、サイドエフさんに至っては一回見て、はい、そしてご飯食べて、はい、でウリさんが帰りますかっていうことだったので、はい、もう一回見ていい？おかわり、うん、もう一回ちょっと周りがね、はい、お客さんが ね、おられたんで、はい、ちょっと遠慮してさっとしか見てなかったんでサイドフさんね、はい、もう一回見ようと、うん、でもう下から上からもうものすごい見ました。舐め回してみたんですね、はい、そして、ライジングチャワーマイティストライクフリーダム、はい、そしてインフィニットジャスティス錦もシードアクションシステム入ってるんですかね。おそらくマイティ入ってるので錦も入ってるんじゃないかと思います。っていうのが写真でね後ほど今出てるかどうか分かんないですけどね、はい、後で入れ込みますのでね、はい、出るんですけども、うんうん、シードアクションシステムっていうと、はい、まあ、胴体のここはねものすごくこうグニャグニャ動きますよと、うん、っていうのと、はい、そしてこの股関節が上下するんですよね。ここがね、はい、うん、ここがっても映ってはわからないしね股関節が上下するシステムがあるんですけども、はい、下から舐めますように見たところ、はいはい、ついてなかったんですよ。あら、なんでもしかしたら C がアクションシステムっていうのが股関節の上下が入らなくてもそういうのかもしれないですけど、ちょっとモックで見本でつったわけっていうことかもしれないんで、製品版はどうなるか分かんないですけども、うん、まあ、そこはちょっと気になったので、ね、見てまいりました。そして、一番キンキンで言うとブラックなんたらブラックナイトスコード、はい、ブラックナイトスコードシワ、はい、シバが今月26日でしたかね、はい、23日ですかね、23日ですね、2024年2月23日に発売予定、はい、2970円税込みということでね、はい、
を見てきましたね。かっこいいですね。あの映画の中に出てきた芝よりも、はい、うん、芝というかブラックナイトスコートよりも、はい、うん、かっこいい感じがしました。さすがバンダイ驚異の技術力ね、うん、で、そして、ゲルグメナス、はい、こちら見てきました。ゲルグメナス、あとルドラもありましたね。ルドラもありました。ちょっとルドラ見てないですよね。そして、インパルスガンダム、はい、RG インパルスガンダムスペック2、スペック2、うん、皆さん何が違うのか分かんない一緒じゃないのみたいなね、感じでしたね。はい、とりあえず展示は、はい、あ、その5体、うん、マイティー・ストレイ・グリーダム、インフィニット・ジャスティス、ニシキ、はい、ブラックナイト・スコート、シワ、あ、リルグ・メナス、で、インパルス・スペック2、はい、ですよね。これね、もう本当に大満足。まあ、ウリさんには申し訳ないですけどね、はい、急にちょっとね、展示がしてあるっていうのを急に聞きましたので、はい、急にちょっと行ってくれますかという話で言ってもらいましたけどね、はい、どうでした？でも見れてよかったです。一周おきに最前を行ってくる先々週行きましたよ。ええ、はい、あのでもね、福岡にいたら毎週行ってる気がするこの期間は多分ね、もし福岡に住んでたらとしたらですよ、まだ近いところにいたとしたら3日おきぐらいに行ってるんじゃないかなと思ってます。大体近くに住んでたら毎日行きますよ。フリーダム追加してますよね、毎日1個ずつ、はい、毎日行ってますよどんだけ買うか。まあね、あのこの待機モデルスずっと見ていただいてる方はね、はい、お気づきでしょうが、なんと、待機ね、このライジングフリーダムガンダム大好き、はい、そして、オリジンガンダム、はい、782ガンダムのオリジン版のやつが大好き、はい、今ストックが1、2、3、4つ、5つ、はい、5つ残った状態で、うん、オリジンガンダム、うん、このオリジンガンダム発売されてから3年か4年、はい、82機作ってます82機を作って、あのね、こう動画ではあの、はい、ちょっと控えめに言うとかちょっと頭おかしいかなって思うから、あ、 70機目ぐらいですね、はい、みたいな話しましたけど、もう時点で78機まで作ってました、うん、でもうすでに82機、ね、82回も作ります出したらおかしいなと思って黙って作ってますね、まさにね、はい、なんでたまに動画の中で出てくるオリジンガンの見本とかで出てくる、はい、あれ入れ替わってます結構、うん、だからちょっと細かく見るとあれこんなのと違うなって多分分かると思うんですけど、はいはい、年間20機以上作っているってことですよね。そうですね、20機以上作ってますね、はい、月に 2個ずつぐらい作ってますね。2個ずつペースですよね、はい、ひどい時は月に5機ぐらい作ってました業者毎週製造工場、はい、アナハイムより作ってんじゃないかみたいな、ね、作ってますよね、量産型ガンダムですね、はいはい、ということで、ね、このライジングフリーダムガンダム、ね、大好きですので、ね、どんどん買って作っていこうかなと思うんですけど、まあ、残念ながら売り切れということでね、この感じであれば毎週行くんじゃないかなってちょっと思ってます。ああ、そしてあのもうライジングフリーダムないわと思って、ね、もうちょっと SD の方を追加するところですね、まあ、ストック今あ2つあるんでね、はい、買っちゃダメだ買っちゃダメだって思ってねエヴァを動かそうみたいな人みたいに買っちゃダメだって思いながらね、はい、ちょっと何回かチラ見してましたけどねうろうろしました。3回ぐらい素通りしましたね、はい、我慢して、もうそちらに目が釘付けだと思うっつってデュランダの声が脳内で響きましたけどね。そう、はい、今回ねあのまあやっぱり楽しいですよね、アンデイさんも、はい、サイデルさんもね、うん、なんでそこら辺ねちょっと住まわれてる方、近くに住まわれてる方、はい、羨ましいなと思いますし、そうですね、はい、まあ商業施設でございますね。似たような商業施設で大家たちが住んで、大分県のパークプレイスってありましたけどね、はい、パークプレイスができて10何年、はい、まあ、要するに YouTube するちょっと前まで、うん、週に
5回か6回行ってましたのでほぼ毎日、はい、なのであのサイドウェフさんララポートの近くに住んでたら多分同じペースで行ってたんじゃないかなと、ね、行ってますよね思います、はい、まあ今回はね買い物とこの新製品の、はい、うん、マイチストライクフリーダム、はい、特に、ね、皆さん見ていただこうかなと思って、うん、撮影してきましたけども、はい、まあ待機もね、マイチストライクフリーダムなんか刺さらないんですよ。え、そうですか。ちょっと皆さんもうちょっとお話をお付き合いくださいね。はい。なんか刺さんないんですよ。うん。で、その原因が分かったんですよ。はい。サイドウェフさんで3回目の穴がコードの業種をしてた。うん。分かったと。ほう。胸だと。うん。胸部と腰部の、はい、要するに胴体。はい。がなんか刺さらないんですよ。あ、まあね、発表された時から言ってますもんね、うん、そこは。なんで、あの交互期待、はい、ライジングフリーダムをどうやって改造してるかってまだちょっと出せないですけどね、はい、あの先に言っちゃうとネタバレになっちゃうんで言えないですけど、この間ストライクフリーダム買いました、はい、最近は買いました、買いました。ライジングフリーダムあります、あります。そしてフリーダムもね、巣の元々のフリーダムをライジングフリーダムと、ガチャンをします、はい、リッシングします。あります。スライクフリーダム買いました、うん、ね、はい、ということで今回は、はい、気に入らなければ何とでも作り直せばいいんだよというね、はい、伝説や漫画、うん、プラモ教書の中に出てくるクラフトマンという模型屋さんの店主、はい、クラウターさんも言ってましたけども、はい、気に入らなければ何度でもやっちゃっていいんですねみたいな感じで、うんうんうん、再確認した旅でございました、はい、それではこの動画面白いと思いましたらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターもよろしければね、 D ラボ模型研究所の方でね最近は今日買わされたものとか作る動画多分出ると思いますので、はい、ウリさんがやってるチャンネルですね、はい、最近も参加しておりますのでぜひそちらも見て楽しんでいただければなと思います。よろしくお願いします。ではさよなら。さよなら。